はい、笹田でございます。今日はヒアリングを成功させるコツということテーマでお伝えをしていきたいなと思います。まあ、ヒアリングという目線で考えたときに、まあ、よくお話しするんですが、ヒアリングっていうのは2つの目線があってですね、まずは自分自身がお客さんのこと、相手のことを理解するということと、お客さん自身に自分のことをちゃんと理解してもらう気づきを与えるって、これがヒアリングなんですよね。で、今回お話ししたいのは、営業する側が相手のことを深く知りたい、理解をしたいなと思ったときに、ちゃんと本音であったり事実を教えてもらうためのコミュニケーションということがお伝えできればなと思ってます。で、場面の想定としては特に新規の営業の時ですね、なかなかまだ相手があと関係が築けていないときに、ちゃんと自分のことを伝えてもらえる、教えてもらえる方法が何があるのかっていうことが今日お伝えしたい内容というところでございます。で、そもそもじゃあなんで答えてもらえないのか、例えばどんな質問があるのかなんですが、予算を聞くであったりとか、競合他社どこ使ってるのかを聞きたいみたいなときに、結構やりがちなのが、予算おいくらぐらいですかとか、競合他社どこかお使いですかとか、競合どこから提案来てますかみたいな形のオープンクエスチョンでまるっと広く聞いてしまうと。なので、私これ聞きたいんですけど、お答えお願いしますみたいな形で聞いてしまうと、新規の営業でまだ取引もないし、関係も希薄な相手に自分の実情っていうのをお伝えしたいか伝えたいかと思うと、伝えたくないんですよ。で、ましてや営業ですよ、相手は。私と営業に話してるってなると、営業に話すと絶対なんか売り込まれるなとか、この状況を伝えたらきっとなんかまた提案してきた話が長くなるんだろうなみたいな風に思われている相手に対して、本音や事実を素直に教えてくれる人は少ないということですね。じゃあなんでそうなっちゃうのかなんですが、答えづらいんですよね。なんでいかにその答えづらさを減らしてあげるのかという目線で考えたときに、問題点の一つはオープンクエスチョンをしてしまってるからですよ。どうでしょうっていう形で相手に答えを求めてしまっているので、やり方としては単純です。クローズドクエスチョンで聞いていく。クローズドクエスチョンというのは簡単に言えば二択の質問ですね。丸か×か、もしくはどちらですかみたいな形で質問の仕方を変えることによって相手が答えやすくなってくるということですね。なので、例えばじゃあ予算いくらですかっていうふうに、まるっと聞く、ふわっと聞くのではなくて、こういった内容の問題であると、大体お話よく聞くのが予算100万円ぐらいかなって感じか、ぐらいのお話よく伺うんですが、本社でも同じぐらいでお考えですかとかね。そういう形で聞くと、まあ他社はこういうお話聞きますけど、とか、他の会社さんやってる会社さんで行くとこういうのが多いですが、本社も同じですかみたいな形で、いや、それって丸か×から答えられるわけですよ。で、まあ大体それぐらいだね、であったりとか、いやー、もうちょい厳しいかな、みたいな話とかであれば、そこからもう少し少ない部分であったりとか、逆にそこでの納得感ってどうなのか、みたいなことも確認をしておけば、100万円はちょっと厳しいけど、まあ逆に精が出るんだったらいいよ、みたいな形で話ができるわけですよ。こういったふわっとして、特に予算のお金の話っていうのは、結構ミニマムで答えられてしまうケースも多いんですよね。なぜかというと、不安であったりリスクを感じている。特に新規の営業と、なおさらそういう傾向がありますので、丸バツで聞くみたいな質問も意識いただきたいなと。あと、競合他社であったりとか、どこ使ってるか、どこから提案を受けてるかっていうのも結構教えてくれない情報だと思います。で、その時にどこからお話聞いてますかって言ったら、まあまあ大手さんからとか、まあよく知ってる会社さんから提案来てるよみたいな感じで返事来やすく、出てきやすいので、であれば、競合の A 社さんからご提案の方来てますよねとか、B 社さんお使いでしたよねみたいな形でいくと、まあそうですねみたいな形で会話の中で回答が出やすいんですよね。なんで営業でヒアリングをするか、質問をして相手のことを理解していこうと思った時、特に関係が希薄の場合っていうのは、まずはふわっとしたオープンクエスチョンではなくて、クローズドクエスチョンで丸バツで聞いていく。で、それを聞いた後に、なんでそこ使ってるんですかみたいな形で意見を聞く時にはオープンクエスチョンの方がいいんですよ。ただ、丸バツがはっきりしてるであったりとか、基準値を聞くみたいな形でいけば、こちらから仮説であったり仮の状況というのを提案をして、それかどうか、そうなのか否かっていうことを確認いただいた方が、ヒアリングの精度質っていうのは上がっていきますので、ぜひ、まあ、聞き方で相手からもらえる情報は変わるので、その点を意識いただきたいなということで今日はお伝えをさせていただきました。ヒアリングを成功させるコツは、クローズドクエスチョンを聞いてみる。その後、オープンクエスチョンで意見を聞く。この点を意識いただくだけでも全然変わってきますので、参考にしていただければと思っております。今日の動画参考になったらいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。